はい、こんにちは。河内長野市議会議員の道端俊彦でございます。9月度の一般質問の私の質問の内容と質問の趣旨を事前に、動画に撮って、私自身も深掘りしながら、なんていうかな、腑に落とすということをしながら動画を撮らせていただいております。これの前のね、第1弾第2弾も撮らせていただいてるんで、よかったら先のやつも見てください。今日もペッパー君と一緒にお仕事をしております。今回は第3弾目ということで、実は国の方は、ギガスクール構想という形で、児童、子どもたち、小学校中学生の、子どもたちのところに、1人1台の PC 端末もしくはタブレットみたいなものを、授業に落とし込んで、ICT 化を図るというのを始めています。河内長野市も、予算を前倒しして、国からの支援も受けて一気に、今回、導入を図っていきます。その中でやっぱりこの学校現場の、混乱っていうか、体制というのがすごく大事になってきますよね。例えば学習教材もそうだし、プログラムもそうだし、教員の方の指導研修ということも必要だし、それをサポートする仕組みが必要になってくると。そういうことはちゃんとできているのかということと、そしてもう一つ、僕なんか IT の専門家としてセキュリティ問題、例えば Google とかのアカウントを使うのか、子どものアカウントですね、例えば小学校で使ってて、そのまま中学まで持っていくのか、小中一貫になるのかっていう、例えばそのアカウントの管理、プライバシー、セキュリティの管理は大丈夫なのかということをちゃんと聞きたいなと思ってます。例えばそこに子どものやった教材とか、作った作品とかあるわけでしょ。で、例えばそれが流出したりとか、例えばその先生らがやってたことが流出したりとか、でその教材とかを家ですることが当然これから想定の中にありますよね。新型コロナウイルスが、また再流行したりとか、まだ止まってませんけどね。その中で家ですることもあるでしょう。そういう管理、それは保証問題、壊れたらどうすんのって。例えば PC 端末なんてもう5年なんか持ちませんよ、正直な話。だからそういうことはちゃんと考えられているのかということも問い合わせていきたいなと思います。この PC とか ICT 教育のものを渡して終わるんではなくて、その導入、それから導入の管理、セキュリティ、アカウントの管理ということまでしっかり落とし込んでやってほしいなと思うんで、ここを質問の趣旨にしたいなと思ってます。そして合わせて教育のところでは、施設型、一体型小中学校というのが、河内長野市では考えられています。南科大、三河野大で考えられています。それに対して今どんな風な課題があると思ってリーチャー側を持っているのかということも聞きたい。それともう一つ、今修学旅行というのがあります。これ、中学、長野中学っていうとこありましてね、この前修学旅行行ってきたんですけどね、非常に僕はいいことだと思ってるんですけど、他市では中止になっているということで、その実施の要項というかね、感染症対策の状況を含めて、今後のね、修学旅行っていうのはやっぱ子供にとってはすごく大事だし、親御さんにもとってもやっぱり一生の思い出になるっていうことを生かしてあげたい方もたくさんいらっしゃいます。僕だってもう何十年も前ですごい楽しかった思い出があってね、そういうふうな子供にも夢とか仲間とか、一緒に過ごす時間っていうのは共有してあげたいなと思っています。その中でやっぱり僕らは一番考えないといけないのは、今の中で安全で安心な修学旅行をやってあげることだと思います。その対策について、お聞きしたいなと思っております。そしてやっぱ他市の状況も含めてね、他市では行かれない子どもたちもたくさんいてるわけで、そして行き先、それから今後のね対策とかもしっかり聞きたいなと思ってます。はい、この教育関係に関しては、こういうふうな質問内容でいきたいなと思っております。ではこれが第3です。第3弾目の動画です。
続きをまた第4弾目作りますんで、ぜひ見ていただければなと思います。先の第1弾第2弾もまた見てください。ではまたお会いしましょう。